ただいまご紹介いただきました JA 東京未来強敵説明研究会下部部会の田中太郎です。よろしくお願いいたします。私たちの部会が所属する施設園芸研究会は平成14年に設立し、会員48名全員が一本ファームを取得し、より安心安全な農作物を安定して生産することを目指し活動しています。現在ほうれん草、小松菜、大根、水菜、株部会、農家にホームページ運営委員会が加わり、6つの部会がそれぞれ作物別の栽培技術検査を重ね、交流を活発に行っています。今回私たちが行った研究は、株の新たな商品開発とその新商品普及に向けた取り組みです。まず研究位置として株の新たな商品開発を発表させていただきます。全国各地ではいろいろな種類の株が栽培されていますが、当地域では昔からいわゆる金町系小株の栽培がされています。清瀬市の小株の栽培面積は9ヘクタールであり、年々減少傾向にありますが、市場出荷農家から直売農家まで幅広く栽培されています。また東京市場においては春や秋冬は関東の小株が大量に占めていますが、夏場の小株は東北産が増えています。小株の栽培農家としては気温の上昇する季節に東北産と勝負しているも、品種価格面で劣るため他の作物への転換を余儀なくされていました。この夏場の小株の栽培の問題点を打開するため部会員同士で話し合いました。昔わらまきして間引いた株の葉っぱがすごく美味しかったんだよねという発想から、ハムの環境で食べられるミニ小株を商品として出荷してはどうかという提案がありました。そこで商品化に向けての企画や栽培方法の検討、ミニ小株に接する商品の選定などを行いました。ミニ小株を商品化といっても、株には生育間中さまざまな大きさの株ができています。一体どれくらいの大きさにするのか、また出荷形態はどのようにするのか、全く見当がつかない状態だったので、いろいろな大きさで比較検討し、同時に出荷形態を検討しました。 S サイズの大きさを長方形の FG 袋に入れてみましたが、通常の S サイズと差別化が難しいということで不採用しました。直径が1センチから2センチのすごく小さい規格外の株をほうれん草などで使う三角の FG 袋に入れてみましたが、葉っぱが生き生きしてバランスがよく美味しそうに見えるので、この形で方向性が見えてきました。おおよその方向性が決まったところで次の企画の検討を行いました。三角の FG 袋に入れることを前提に、葉や根の大きさなどを検討した結果、葉の長さは25センチ前後、根の直径は15センチ、15mm前後、そして一つの重さは200グラム程度ということになりました。次に栽培方法の検討を行いました。通常小株の栽培は上間15センチ、株間10センチ程度の最終密度ですが、ミニ小株ということで通常より密植で試験しました。 A 15センチ×8センチ、 B 15センチ×5センチ、 C 10センチ×8センチの3通りで比較した結果、ビークの15センチから5センチが最も葉の根のバランスが良く、収容性も良いという結果になりました。次にこの商品に名前を付けることにしました。株を英語でタンと言います。ミニ小株の葉っぱも美味しく食べられるから、ターニックの葉を葉っぱの葉に変えて、ターニックと命名しました。ターニックの特徴としましては、栄養価が高く、葉っぱも柔らかく美味しい。栽培期間が短いので、低農薬栽培で安心。和風洋風中華など、あらゆる料理のためにも使えます。
次にハーネスの規格に対する品質検定を行いました。箸は8月27日、長さが9月20日で、乗馬15センチ、ヤグマ5センチの1乗馬で行いました。箸後、三三ネットのトンネル起伏を行いました。規格品種は、雪渡し、アグジュ、高丸、夏アーケー、キラリの夢、キラリの夏、T774、夏の雪の8品種でした。通常よりかなり早い生育段階で収穫するため、生育初期から近くが肥大し、発数が多く、養殖の濃い品種が求められました。こちらは調査結果の上の下です。養殖、木の強さ、浸透みなどを比較し、検討しました。その結果、今回の検討会では、キラリの上が最も有望であるという結果になりました。続きまして、研究員として新商品普及に向けた取り組みを発表させていただきます。今回5項目について取り組みました。まず1つ目はレシピの開発、2つ目は FG ブログ、ポップの作成、3つ目に試験出荷と販売、4つ目に試食販売会、そして5つ目に商品登録出願です。まずレシピの開発です。株分解としては3品を開発しました。そして、そこだ和食開発部や東京多摩製菓開発課、女子栄養大学に食材を提供し、レシピ研究を依頼して27品を開発していただきました。合計30品のレシピが完成しました。ここで、そのレシピの一部を紹介させていただきます。まず、和食会社、宮さんの開発のレシピです。左が紀藤和え、右が泉漬けです。次に、玉製菓さんの開発のものです。こちらは、ハーニックのクリーム類です。そして、こちらは、ハーニックと桜えびのだし巻き卵と、ハーニックの炊き込みご飯です。続きまして、女子栄養大学の栄養士、松村信子さん開発の、ハーニックと豚肉の味噌炒めです。同じく栄養士、矢沢陽子さん開発のハーニットミニトマトのアーモンドアイです。また、これら30品のレシピを当研究会のホームページで掲載することにしました。ので、興味のある方はぜひホームページを見ていただきたいと思います。次に、2つ目の取り組みの FG 袋とポップの作成です。まず、FG 袋の裏面には先ほどのレシピの名前、料理名を印刷し、最後に詳しいレシピをホームページで紹介していきますと、アドレスを印刷しました。表面は商品名の下には、ハーニックの名前の由来など説明を入れました。そして、下の両隅にある水切り穴、ハーニックの根が飛び出さないように、通常よりも小さくする工夫をしました。こうして出来上がった水がこちらです。こちらは表面のアップです。こちらが裏面のアップです。次にハーニックの説明や特徴を記載したポップを作成し、